べく馬の後輩へ挑戦する2人。シマウマもやっと手に入って、ユニコーンやペガサスも順調にゲット。そしてついに最強の馬フェアリウマも仲間に。これで最後の冒険出れるね。さあ目指す最後の地はワイバーンの巣。そこで園長と従業員を待ち受けているものとは一体。お楽しみに。どやー、広々としたね。なんか入っていい？いいよ。どう？ちゃんとね、整備しました。あー、綺麗だね。でしょー。さすがにあのまま閉じ込めるわけじゃいかんからね。まあね。いい感じ。そうだ、全員名前ついてんだった。せやった。忘れたらいかんで。せやった。もうとりあえず名前どうする？適当になってきた。ほぼケイさんがつけたけど。そうだよ。ぶっちゃんもいるよ、ぶっちゃんも。これは、これ圧倒的にあなたがつけたやつでしょ。どれねえ、ふざけてるわ、この名前。適当にも程があると思う。マジふざけてる。ね、かわいそうと思わない？全く思わない。本当に。本当にもう。みんないい勝負だよ、もう。あれ、君野生だ。野生なの？名前ついてない。あ、多分野生かな。でもあれ、クラつけてる。野生なのか失敗作なのか。わかんない。わかんないけど。クラ吉。まあ、とりあえずここは、まあ、かなり変化して、はい、いい感じにはなりもうさ。すごいね、いい感じ、うん、いい感じ。さて、で、とりあえずこれで農場の方はとりあえずいいや。はいはい。で、こっからですよ。はいはい。まあ、前回の続きでございます。はい。まあ、このね、中にいる。このフェアリーウマ、はい、さあこちらをね、まだまだやれることがあるんで。カービィそこ突っかかる。あれ、デデデじゃなかったっけ。デデはね、向こうにいる。あー、なるほどね。デデとカービィ。ここに壺にはまる。壺にはまるじゃない。何？呆れてる。やめろや。一緒に考えて名前や。一緒にやめて。はいはい。それで？でね。はい。まあ、前回チラッと言ったんだけど。はい。あの大馬さんね。はい。この中にあるこの染料で好きに色がつけれるらしいのよ。はい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 。うん。で十何種類あるようなんだけど、まあ一応、はい、こんだけ用意はしてみました。はい。なんでまあ自分のまあ好きな色をね。うん。ちょっとつけましょう。はい。で、今日はね、もうこのフェアリーウマを使って、まあ、最後の旅に出るんで、はい。ちょっとここは大事に。はーい。じゃあ俺、カービィ。私、デデデ。え、これをどうすればいいんだ？どうなんだろうね。右クリックすればいいのかな。あ、あ、変わった。おー。え、待って、うちんとこ来て。すげー。うちんとこ来て。何？羽変わったんだけど。あ、すげえ。蝶々だった。黄色？黄色、でも蝶々。すごいな。モンシロチョウモチーフ？え、なんか模様も変わってね。すごくない？すげえ。え、これさ、こっちも変わってるけどめちゃくちゃ。これさ、こっからまた色変えられるの？多分ね、変えれると思うんだけど、どうなんだろうな。試したくない？ちょっと試してみる。なんか自分の、じゃあこっち赤いきます。はいはい。ほい。見てみます。あ！乗った。ダメかもしれない。あ、マジで。一色だけか？そうだね。一色勝負。なんで？え？なんで？一色勝負。一色だけなんか。だね。すげえ蝶々じゃない？ね。なんか羽がすごいよ。すごいね。一色だけなんだ。私モンキチョウだわ。ああ？モンキチョウだよ、モンキチョウ。モンシロチョウじゃなくて？白じゃないから黄色だから。あ、そういうことか。モンキチョウなのよ。そうそうそう。実際いるからね、モンキチョウって。確かに。そうそうそう。あ、でも羽の形もすげえ。すごくない？ねえ。今日よかったね。え？なんか変な色しなくて。まあよね。
自分のメインカラーというか、ね、でもこれからですね。これで綺麗だけど羽ね。羽なんか大きくなった？多分ね、個体によって違うんだろうね。すげー。すごいね。ちょっと他の色も見たいけど、また作るのはめんどくさい。もう苦行だよそこまでいたら。もうね、カービィ作るのに1時間かかったからね、本当に。ね、もう勘弁してください。さあ。で、はい、まだ作れるものがあるんだよな。そう。で、それがね、あの、うん、馬鎧が作れるんだけど、はいはいはい、これはね、意外と簡単。はい、ガラスとダイヤモンド。はい、で、ダイヤモンドを斜めに置いて、うん、もう一個置いてガラスをはめる。おお。さあ、できました。すげえ。これがクリスタル、マウントアーマーができると、うん、すげえ、うん、これが、ゴーストとかペガサスとか、うん、フェアリー馬専用の馬鎧。へえ、すげえ、うん、ちょっとつけてみよう。普通につけれんのかな。おい、あ、おお。え、ごつ、え、かっこよ。ごつくなったな。かっこよ。すげえ。なにこれ、どうしちゃったの。これ絶対強いやつやん。ね。すげー。え、じゃあケイさんのもちょっと作ってあげよう。閉じ込められた。それは知らん。4つとガラスね。これが斜めに置いて、でガラ、あ、ガラス。あ、ガラス。いいな。いいな。これな。はいはい。ガジャン。おー、おー、似合うじゃん。いいね、いいね。ちなみにこれ能力は変わるの？え、わかんない。あ、体力増えてる。あ、体力増えたのか。多分前12しかなかったはず。すげえ。へえ。めっちゃかっこいいな。いいね。よしよし、これで旅に連れてけるよ。ねえ。じゃあ次は、はい、さっきのフェアリー馬を自由に持ち歩けるアイテムを作ります。ほう。でこれが、今回行く目的の場所に連れていける、まあ、一番簡単な方法というわけで、うん、はい、必要なのはユニコーンの角に金塊ブレイズパウダー、はい、さあちゃんと作れるかな。頼むよ。これを4つ置いて周りにブレイズパウダー、で真ん中にユニコーンの角。お、できた。これがフェアリーアミュレット、はいはい、でこれで自由に出したり入れたりできるらしい。それはまさか。うい、え、どうなん、え、お、入った。何もんだよこれ。ポケットなんとかだろ。ポケットなんとかだよね。いけ、カービィだよね。いい音楽とともに出たな。キラ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 。すげー派手だの。あ、しかもこれ何回でも使える。すげーな。すげー。へえ。まずいポケモンごっこできんじゃんこれ。言っちゃったよ。言っちゃったよ。できるもん。すげー、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 すげー。へー。じゃあケイさんも作ってみなよ。これできるから。へえ。じゃあケイさんが作ってる裏でもう一個。あとこれがラストやな。本日作るの。で、その最後の土地だから別世界に行くために必要なアイテムと、はい、最後は。で、それがブレイズロット、ユニコーンの角、うん、でエンダーアイ。できた。おお。これがポータルの杖。はい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 。あー、やっと来たー。すごいねー。これを使えばラストの土地へ行けます。はい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 。だけどね、これはね、あの使用回数の制限があるようです。は？あの実質4回。え、ちょっと無理くない？だから2往復。はいはいはい、分しか使えません。はいはいはい、はい、なんでこれ大事にしてね。コストも高いからね。え、だからあの、はあ、単純な話、死ねない。
いしょ。死ねない。いしょ。もう手に持たないことにした。怖い。チキってるー。怖い。大事にしてね。本当に大事にしてね、これ。なんなら持っててって話なんだけど。もう向こうで死んだらほぼ終わりだと思って。本当だよね。大王。よっしゃ。あ、入った入った。あれ、俺のとこ入った。え、私ちょうど。返して。なぜ？返して。多分これだと思う。わからんけど。なんで俺のとこに来たんやろ。あれ、また出てきた。あ、出た出た。もう一回入れて。めっちゃ見てくるじゃん。どうなんだ。あ、来た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 。あ、よかったよかった。くそー。でもこれで大丈夫かな。オッケー、うん、よし、じゃあ今回これを持ちまして、はい、いよいよ最後の土地へ向かいましょう。はい、よし。さあ今回ワイバーの卵が手に入るか。さあお楽しみに。お楽しみに。ドキドキする。すごくドキドキしてる。どうだろう、どういうとこなんだろうな、ね、ちなみに私も見てませんからまだ、はあ、どういうところなのか分かりません。はいはい。でワイバーも形も見ていません。はい、行くか。行きます。行きますか。でもここは 3,2,1 で行くか。これ一緒に振らないといけないやつ。いや、多分個人個人でいけるとは思うけどね。ほんと？うん、行ってみようか。いいよ。よし、3、2、1、 ゴー。ゴー。あ、え、なんでケイさんだけいけたん。なんでケイさんだけいけたん。いけ、振ったよ。え、俺いけないんだけど。下に向かって振った。ねえ。いけないんだけど、ね、あ、来た。怖い。あ、お、待って。ここがワイパーあんのっす？あんた暗視ついてるからめっちゃ見やすいんか。あ、すげえ、めっちゃ綺麗。いや、私全然綺麗じゃねえんだ。え、あ、そうか、装備の能力か。そう、だからめっちゃさ、モンスター湧いてんのが見えとる。あ、マナ能力ついてる。あと8秒で抜く。マジで怖い、マジで怖い、マジで怖い。やばい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 。え、てか湧きすぎじゃないこれ。これ、盾持ってくれよかった。あー、ほんまや、盾も何もない。あ、ほんま、めっちゃ暗っ。ほら、この状態で私急にここに投げられたんだから、マジで怖い。いけねえ、俺の装備つけたらね、すんごい綺麗な土地。ほんとに、真っ暗なんだけど。え、ちょっと待って、これでもやばくね。待って待って、コウモリいすぎじゃね。コウモリもそうだし、マンティーコアもいすぎじゃね。え、どうしよう。いや、もうマンティーコア求めてないんだけど。もうお腹いっぱいだよこれ。ほんとよ。え、とりあえず行ってみる。行ってみる。あ、砕けてみる。何？襲われてる。襲われた。あ、レースか。お化けだ。お前か。こいつも普通に湧いてるっていうのがやばいな。びっくりした。あ、びっくりした。急に何かと思った。周りキノコだらけなんだけど。そうなのよ。何ここ。え、マジでこれ立てないと。ちょっとしんどいかもしんないな。これどこ行けばいいんだろう。わかんない。とりあえず痛い痛い痛い、回ってみるけど大丈夫。ネズミにめっちゃ襲われてるな。こっち狼な。おら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 。あ、ネズミの肉落ちた。心臓も落ちた。お、ナイスナイスナイス。ちょっと待って、これさ、松明つけてかないとわかんなくね。まあ、とりあえずまっすぐは行ってみるけど。やばいな。あ、あ、うわよ。というか、人間いるんですけど、これ多分あれ、これまた夜になったらやばくねってことですよね。だよね。なんか、今日どこまで行けばいいのこれ。わかんない。てかさ、なん、うちらあれ乗らなくて。え、待って、なくね。ちょっと危ない。あー、マジ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 、何、何、お前か。ナイスナイスナイス。危な。開幕から心折れるとこやった今。ちょっと内緒惜しいなって思って自分がいたけど。おい、え死ねねえんだ今回は。マジで、マジで死ねねえんだ。あんた、私落ちたらちょっとしめしめって思うところあるでしょ。落とそうか。うまくついてるよ。やめて、仲良く行こうぜ。今日は仲良く行こうぜ。本当に。え、だけどこれもうほとんど土地なくね。マジ。だってこれ上から見る限りただ一つの島やで。これなんかあるんかな他に。え、
いや、俺描写距離結構でかいはずやけど何もねえ。何これ失敗？いや、失敗とかはないはず。あー！どこ行ったの？何してんの？前回と同じ過ちを。何をしたらそうなるかいね。本当に。でも褒めて。ちゃんと水のとこ落ちたから。どこにいんだ？ここだよ、僕はここだよ。俺の馬、俺の馬どこ行った？あいた。上から落ちてくる。マジで、マジでやめて、ほんと。もう心臓痛いって。見えねえ。あ、ほんとに、ほんとに見えないからどこかわかんない。あーもう、来やがった。よいしょ。頑張れ。どこ行った？いた。オッケー。おらーい、おらーい。もう俺はさっさと乗るんだ。よいしょ。乗った乗った。オッケー。これ私どこにいるかが見えないんだって。どこだよ。あ、いたいた。あ、違うわ。それ待って行こうだよ。どこ行った？あ、いた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 。いたいたいた。どっち？あ、いた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 。ここだよ。オッケーオッケー。ちょっと一回降りようか、木の上でも。はいはい。え、わからんこれ。ていうかもうここ自体が巣なのか？もしかしたら。わかんない。ちょっと改めて、あ、待って、ウィキを見てみます。ちょっと一回中に戻した。どうぞ。いや、状況がマジで読めねえ。は？あ、これワイパンじゃねえ？あ、魔女。え、いいんじゃん普通に。え、待って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 、どこ行った？下に落ちた。よっ、ウィル。あ、来た来た来た。え、かっこよ。なに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 な
しました。渡ろうと思ったら失敗したんです。お客様。なんでなの？なんで終われてんの？お客様。ちょっと勘弁してもらえませんか？お客様。謎や。あの人謎や。ワイパンは？あれワイパンじゃね？あ、本当だ。あ、今度は赤いやつや。ちょっと私今いろんなところにアップス。これ枯れるか？というかケイさんがまずどこにいるんだ？待って、マンティコア。マンティコア呼んでない。すごいマンティコア呼んでない。別やつでやってるやんけ。しかもマンティコア卵落としたわ。なんで？ワイパンの卵いるんだっちゅうの。なんで？よ、私も聞きたいよ。落ちろ。落ちろ。やっべーやつも来てる。頑張ってそっち探そう。いやーだー。ハート 0.5 ハート 0.5 どこらへんだ。あー死んだ。最悪やー。どうやって戻れるの。もう一回作んなきゃいけないって感じ。作んなきゃいけないけど K さんが俺の杖を回収して、うん、もう一回戻ってくるからね。待ってどこだ。いやこれあの装備でこんだけやられるか。どこら辺だった。うわもう分かんない場所。これ前分かんなくなるね。分かんないね。あ、どくってもあるか。計算ごといけ、計算ごといけ。あ、後ろはいた。2体はいた、2体。いけ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 。これはチャンス、これはチャンス。来た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 、2体。早いんだよな動き。援護する。うわーしゃい。お、ナイス。よし、2体やられた。よっしゃ、私は意外と強いぞ。死ぬ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 。マジ無理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 。逃げろ逃げろ逃げろ。あー計算。あ、ダメだ、落とさず。そいつをやるんだ、この野郎。計算の仇。強い。え、周りを減らす作戦は成功なんだかな。周り減らしすぎて今度この中がやばいことだ。早く混ぜて。そっち地獄だそうで。いやマジ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 、えげつないえげつない。うーわ、めっちゃ湧いてんだが。だから言ったじゃん、無理ってこれ一人でやんの。作戦はすげえ成功だけど。そうなんだからさ、やべえなこれ。指何本あっても足りんて。まああと誰だよ、お前かい。でもこれでさっき湧いたんでしょ、ちゃんと。湧いた湧いた。ワイパン。ワイパン湧いた。ただこれ、俺らのメンタル持つかな。わかんない、修行。
すごい修行してる今。前よりめっちゃやばいんだかこれ。そうなのよね。しかもあのバグってるちょいちょい。まあ重くなってるのもあるだろうし。そうにしてもすげえわ。本当よ。やばすぎ。誰だよここ全部整地しよう言うだろう。あんたよ。あんたよ。あんたに言われた通りやったらこれ。いや絶対脇が素晴らしいことになると思ったからさ。脇素晴らしすぎてもう吐き気がしてきた。すーげえ。あ弓取りに行かなきゃ弓も足らんくなってきたよ。マジか。あんだけあったのに。私3スタックぐらい持ってたんだけど、ね。うーわもうえぐい。また3スタックぐらい。ガチでえぐい。怖いな。でもこれで出てくれたんならまだ希望あるな。ね。ただ倒す気が失せるな。本当にだってあそこのブロックのやつあいつとかももう全然なんだもん。やば。よっ。おら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 。これはいかん。おら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 。ガチでこれはいかん。これやばいね。おら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 持たねえこっちが本当に。うわけどこんな出ないかね。今およそ2時間、はい、全く出ません。 A Y 番に至っては2体しか出てません。そうなんです。おかしくね。いやもうこれはちょっと退散します。いやこれ俺も一旦戻ろう。一回ちょっとてかまず重いからリログしたい。Kさんの PC が悲鳴を上げてる。はい。ちょっとリログします。飽きませんわこれ。これね他の人の動画見たらねこいつら湧いてねえんだよな。うん。普通におかしいもんね。普通に Y 版だらけ湧いてんだけど、なんでだろう。バージョンの違いかねこれ。わからない。ちょっと私切断しますね。計算無理だわ。いやこれはもう無理かな。なんか勝手にうちらがトラップ作ってるみたいなじゃない。だっておかしいよ今見た。すげえマンティコアの上に乗ってるやついるぞ。やばすぎるだろ。ほら緑のなんだっけあのスケルトンのやつ乗ってんな。乗ってるよね。すごい華麗なるステップを乗ってんな。3日間頑張ってワイバーン10体も見てないっていうのやばいな、うん、だって今回今のこの聖地やって、うん、で脇つぶし周りだけやってここ松明なしにしました。で2匹とかこれはおかしすぎるな。これはダメでしょ。これはさすがにギブアップかな。諦めよう。これ以上やったら動物園閉園になっちゃうからもう絶対。違う。その前に私のパソコンが閉園する。間違いない、それは間違いない。本当に終わる。しょうがない。もう今回だけはちょっと許してもらうか。ちょっとじゃあちょっとクリエイティブで出して、はい、Y 版の子供をお見せしてちょっと最後に動物園きちんと整備して今回終わるか。これは無理だよこの脇は。ねえ。頑張ったよ俺ら。じゃあ園長が許可するので準備。帰りまーす。はーい。とりあえずやろうか。もう今回はしょうがない。もういいよ。もう園長疲れたよ。そこまで手回んねえよ。折れてんじゃねえよ。園長だってワイバン見たのさっきので2回しかねえぞ。出なかったね。無理だって。姿すらまともに拝めなかったね。逆に来たての時の方がなんか結構いた気がする。ねえ。なんだろうね。わからんけど。まあとりあえず今回、はい、残念ながらまあああいう結果になったんで。はい。まあ卵の方をねクリエイティブでちょっと出しました。はい。でまあ気になる3つちょっとご用意したんで。うん、でこれはね、また同じように松明。の付近に置いとけば湧くというわけなんで、はい、これも名前つけれるやつなの？多分ね飼いならしはできると思う基本卵は。おい。でこれで松明を周りに置いておく。あ本当だ出た出た出た。うんうちケイさんの方にいた？うん。え俺の方でね。こっちあえなんで回収された？あ多分ね近くに行ったり踏んだりしたら回収される。なるほどね。あれまたずれたかね。
ちゃんとして。すまんね。すまんね。はい。で、これも1分ほどすればすぐ沸くはず。見てるよ。こっちも。さあ、子供のワイパンって一体どうなんだろう。なんか儀式みたいになってるけど。ありがたやー。ありがたやー。ありがたやー。クリエイティブありがたやー。もう無理なんだよー。あ、来た。お、来た。おー、青い。すげー。名前何にしようか。かっこいいんだけど、これ。すげー、なんでもいいよ、名前。青太郎。次、何色？次何色？何？次ね、黒。黒さえもう馬でめちゃくちゃつけたやねん。黒子。あ、こっちも来た。何？次。こっちは何色？あ、ね、黒。お前黒じゃねえかよ。こっちこそ黒じゃんか。こっち灰色じゃねえかよ。でまた黒子ってつけてるし。はい。どうもいいよ。黒助。これで。ねえ。何？鶏肉になった、ここにいた鶏が。あ。クロスケが食ったぞ。食うのこいつ。そこポンってなったよ。マジで？マジ。待って。意外と凶暴説。青どこ行った？青子どこ行ったの？ちょっと。早速行方不明になったんだが。青子どこ行ったの？行方不明なんだが。いた。どこ行った？ここにいる。なんか名前ついてる？この子名前ついてないね。あれなんかつかなかったね。なんでなんだろう。青子。わかんないけど。青子じゃねえ、青太郎だ。これまた捕まえるの大変じゃねえこれ。ね。あ、でもすげえ。すごいね。ちっちゃくてもワイバンだ。あとね、ちょっと分かったことがあるんですけど。なんでしょう。あの完璧クロスケさんがですね、あのダチョウを狙ってるんですね。肉食なんですね。そうですね。あとクロコさんはね、こちらのあのヘビを狙っているようですね。マジか。あのここから動かない。これ。動物園置いとけなくね？置けないね。ちょっと黒子、ゾンビだよ、ゾンビ、戦って。これはまずいな。戦え。モンスターには逃げる。あ、逃げるのね。ダメだね。あ、ダメなのか。押されてる。で、多分まあこの子たちもしばらく放置してれば大きくなるはず。あ、なるほどね。だからあれだね、どっかにちょっと保管しておいて、うん、待ってみようか。オッケー。ね。これさ、もしかして肉食べる？いや、それは食べないと思う。襲うは襲うけど食べないと思う。なるほどね。あ、大きくなってる、大きくなってる。へぇー、すげぇー。順番的に、あ、でも、そうか。じゃあ、とりあえずこの子らの成長を待ちながら、はい。じゃあ、最後に、はい。この動物園、完成させましょうか。はい、そうします？まあ、あとは、肉食だけなんで。はい。もうここはパッと一気にやっちゃうか。ね。もう今回かなり時間かけたし。本当に。ワイバン。あそこに時間かけすぎた。ね。もっと早くこれやるべきだったと思う。よし、じゃあ最後の仕上げ。はい。頑張っていきましょう。エス。頑張るぞー。はい。というわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ無事動物園もすべて作り終わりました。はい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 。長かったね。長かったね。トータル合わせて長かったと思うよ。まあ最後の最後がね。そうだね。本当に大変だった。そうだね。ちょっともうこれ以上は何も言わないよね、うん、もうそろそろKさんのパソコンも火が吹きます。本当に。さあじゃあ最後は2人で完成した動物園巡って、はい、お別れしましょう。イエーイ。さあ行こう。さあどんどん行こう。さあ入り口に入りまして、まずは、はい、まあ小動物エリアかな。ここも苦労したね、捕まえるのに。ねえ。本当に。ヘビもね、最初は怖かったよ。本当にまず毒を食らって。な。ねえ。俺忘れないよ、ケイさんに見せられたこと。絶対に忘れない。大丈夫、私はこっちのダチョウのことで見せられてるんだから。こいつもね、いろいろあったよね。本当に。もう今や砂漠に行ったら絶対に会うからな。そうなんだよ。あの喜びは一体どこに行ったんだろう。バカみたいにいるんだから。ね、そして。で、このね、R くんね。これも冒険の途中で見つけた。ね。R くん。一度二度か、うん、埋められたけどね。そうなんだよね。いやーいいね。そうよ。
で、こちらがこいつだ、こいつも大変だった。本当に、マジでね、装備も作りたいし、こいつらの卵も欲しいしね。そうなんだよ。いや苦労したよ。これも苦労したな。全部苦労してるな、ね。でとりあえずここ通り抜けまして、左右にははいもうアウン代わりのそうです、ダーちゃんとまーちゃん、まーちゃん、こっちまーちゃん、こっちまーちゃんね、こっちまーちゃんですよ。まーちゃんとダーちゃんここに入れたら一切動かなくなった。そうなの、ピタッと元気なくなっちゃった逆にねえ。それまでちょっと飛び立ってどうなるかと思ったけど、いきなりおとなしくなっちゃったもんね。そうなのよ。まずこいつらもここまでここに連れてくるまでが長かったけどね。まあなあ。そうなのよ。で、左右に行きますと、ここも小動物エリア。はい。ウサギさんとヤギさん、喧嘩するけどね。黒柳さん。黒柳さんと白柳さんが喧嘩する。で、マッチはちょっと。ちょっと傍観するね。傍観してるね。さすがマッチやな。マッチでーす。もうこいつらもういい役目を担ってくれたよ。面白かった。ね、本当に。で、向こうはお馬さんのエリアだね。はい。まあ、ここは比較的新しく、まあ、作られた場所だけども、はい、今はすっかりワイバーンの住みかになっております。そうなんです。または出てるもの。そうなの。いや、もう元々いたこの子たちはもうあのポケモンのあのね、まあまあね、アミュレットの中に入ってるからね。そうそうそう、モンスターボールの中に、ね、だからもうここに入れました。で、こちらには、はい、まあ、歴代のね、歴代頑張ってくれた馬たちがね、全部解放されております。本当に申し訳ないぐらい名前が雑、ね、で、一体守り人がいるでしょ。そうなんです。じゃあ怖いよ。でかいから、いや、あのこの3点なんかバカでかいの、これが。まあまあ暴れ回るからね。そうだから、ちょっと一応ね、リードつないで置いといたんだ、ここに。まあまあ、これもいい感じでしょ。そうなんです、うん、で、これで一旦また戻りまして、はい、さあ、この動物園のメインでございますよ。はいはい、ようやく。これもほんと最初嬉しかったな、見つけた時。これはもうあなただったね。ねえ、ゾウさん。完璧あなたのあれでしたね。何ですか？え、ゾウさんは主にあなたがここをやってくれたじゃん。まあ、やったからね、これはね。そうそうそう。ただ、あの最初で砂漠で見つけたゾウさんの私たちのテンションの上がり具合はもう子供だった。ええ。あれは本当嬉しかったな。26歳と29歳の、ね、喜び方じゃない。って、あのテンションはすごかったね。うわー、ゾウさんだ。ほら、嬉しいよ、これは。本当に、まあ、そこでさまざまな出会いがあり、ね、別れもあり、別れも、そしてこうなった。じいさんとばあさんと、いいね、ゾウさんっていうね。じゃあ、とりあえずここをまた抜けまして、はい、あ、じゃあ次はKさん頑張ったところやな。私頑張ったかな。これ頑張ったろ。私もね、もうね、もうここの記憶がもう曖昧になってきてんだよね。申し訳ないけどね。眠い中頑張ったからね、ここはね。あ、そうだったね。そうだそうだ。巨大水族館。そう、プラネタリウムじゃねえ。これね、実質ね、一番コストかかってるからね、建物。そうね、だって、結構集めたよ、いろいろ。ねえ。いや、素晴らしい。ね、いい出来です。ここの真ん中のクラゲはあなただからね。あなたがここ。そこだ。そうそう。ここはあなたがこだわって作ったところ。そうそう。そこのクラゲとこれな。もう本当に。この問題作だ。本当に私はそれだけは本当に納得いかない。もう今後触れないけど。触れなかったけど。なんでや。なんでやね。これはこれでええやろかい。この形だけは本当に納得いかない。いや、これは偶然だから。俺削ってないんだからね、言っとくけど。だから整えろっつったじゃん。整えた結果これだっつうのよ。もうやばい、私のパソコンが火吹いてるぞ。最速。やばい、急げ急げ。で、こちらが新しく作った場所なんだけども、はい、さあ、これは最後の場所かな。そうですね。さあ、こちらが、猛獣類の住処というわけで、はい、結構まあ急ぎ目に作ったけどね。はい、まあいい感じじゃないかなと。これ子供生まれるぞ。え、マジで。ラブラブしとる。おお、すげえ。これ子供生まれる。多分どっちかに名前をつけろって出るよ。多分出るね。イエーイ。で、こちらもトラちゃんがいます。トラはいい、ね、あ、こっちもラブラブしてる。あ、ほんとだ。オスとメス入れといたらこうなんのかな。いや、実際ここだってまあなったからね。なったね、うん、あのこのスミカにとりあえず名前つけよう、誰かわかんないからつって。あなたのいいじゃん、ケイさんがここにいるってことでいいじゃんか。俺の中に入っとけよ。
入っとけよ。痛いからもうやめて。こっち延長だよ。また落ちるよもう。こっち延長だよ。で最後にこちらでございます。はい。さあこちらね、はい。私が作りました。前から見えるかな。前から見えるんじゃない？あどうだろう。あ見えたね。わあいいねー。これをどっかで作りたかった。巨大匠像。もうなんかもう静かになんかやってるなと思って。暇で。暇でじゃないよ。暇でじゃない。登れるようにしたんだからこれ。おお。こっからさ、ほら一望できるんだよこれ。すごいね。すごくね。ちょっと待って。マジでワイバン目立つんだけど。めちゃくちゃワイバン目立つじゃねえか。でかいからな。でけえな。すごいね。さあというわけでこれが今回作った2人の動物園の全貌でございます。はい、目線どこだ。ここだ。ここだ。あれ違う。ここだ。ここだ。あ違う。ここだ。ここだ。ずらすらバカタレが。どこじゃ。ここじゃ。ここや。ここだ。はい。いやけどなかなかいい動物園だったじゃないのこれ園長。まず私たちの環境がすごく悪すぎたってところ。まあ最初の初手がね、もういろいろありましたね。まず最初に砂漠しかないっていう絶望から始まって、まあいろいろ生配信でも湿地帯を見つけ、ね、そこで頑張りつつやったけども、やっぱすごかったね。いろんな動物いたね、その中でも、まあね、やけどいい動物になったでしょう。じゃあこれでとりあえず、まあ、今回の動物園クラフトはこれにて終了というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。